はい、兵庫県香美町小城にやってきました。はい、天空のバス停に到着しました。これがそうですね。誰もいません。ちょっと座布団が曲がってるんで直しますね。時刻表です。あ、結構ありますね。朝2本とお昼に1本、そして午後はですね 1,2,3,4 本ありますね。さあ、これをどうやって空に浮かんでるように撮るか迷いますね。下からこう見てみようかな。こんな感じですかね。はい、今滝へ向かっています。徒歩20分で行ってました。大きな岩盤の上から水が落ちてるんですよね。はい、今小さな集落に向かっているんですけれど、 CX5 には厳しい道ですね。かなり細いんです。対向車が来たら完全にアウトですね。うわ、でもギリギリですよ。俺ちょうど車1台分やめとこうかな。まあ、でもたまにこういう広いとこあるんですよね。CX5 では無理ですね。これ諦めます。道がどんどん険しくなってきてるんですよ。